はい、どうもこんにちは。あずきガムゲーム実況チャンネルです。今日はね、ログレスの方やっていきたいと思います。でね、ログレスの方なんですけどもね、ついにね、新色の方が出ました。その名もナイトバルキリー。まあ闇に落ちたバルキリーってことでしょう。で、それと同時にね、まあ強そうな武器が追加されたじゃないですか、このボックスガチャで。なんで今回はね、友達にこれを出してくれって、真剣ミュルグレスをね、出してくれってね言われたんで、前回ね、ちゃんと要望通りにね、まあペルセポネの方を出せたんで、今回もね、こちらの方を出してくれという依頼を受けたんでね、まあ引いていきたいと思います。まあもちろん狙いはこれです。ミュルグレスですね。もうこれ一点狙い的な感じなのかな。まあ多分他のが出てもいいと思うんで、できるだけね、多く王冠を当ててあげたいなと思っております。ということで早速回していきましょう。何連引くんだ。80連。ちょっと待って、400だ。100連で20連引けるんだよね、このゲーム。だから80連プラス4連、84連ですね。すげえな。そしてオジリスの武器が出ましたね。まあ究極枠の中では割といい方。いや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 、まあまあまあ、最初ね、少しでも確率を上げていくみたいなところあるから。ていうか究極めっちゃ出るな。究極祭りやん。祭りだ祭りだ祭りだすや。あれ、そんな曲だったっけ。ヘイヘイホーは予作だったわ。あれ、北島三郎の祭りって曲全く思い出せない。やばいですね、脳の老化っていうのはこういうところから始まりますよ。究極めっちゃ続くね。あ、悪くないな。まあね、昔欲しかったって言ってる人多いやつが、今はもはや究極、つまりはまあ完全な外れ枠ではないけども、ほぼほぼ外れ枠とね、同じ状態で出てしまう。悲しい世の中ですよ。昔これが欲しくて何回引いていたのか。みんなね、バカ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 と使ってましたよ、課金して。そして究極が続く。究極出してくスタイルだから。大丈夫かな。いやーいやいやいや、早くないか。もうね、ガンガン引いてますけども、そろそろ王冠欲しいところではある。王冠、王冠やばいですね。次で20連目ですね。20連目で、まあ、出てくれるでしょう。はい、やばいぞ。まあね、今の引いてるのはね、まあ外れ枠減らして少しでもね、当たり枠を増やす作業でございますよ。なんで今ね、現状20連で1個も出てないけども、このね、後からね、もう連続でポコポコポコってね、出ればね、それもう勝ちなんですよ。もうそれ狙い。まだ300個あるから、言うて。そう考えると気が楽。いや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 、そろそろ王冠見たいぞ。6個あるんだよ、だって今回。この中での当たり枠は、まあ実質1個ですよ。これ出さないと俺、もう次引かしてもらえなくなるし。てかむしろ関係性やばくなりそう。来た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 。はい。お？悪くないんじゃないのこれは。多分これは当たり。多分っていうか、これ多分絶対当たり。悪くないですね。これは何て読むんだろう。影獄の記憶？絶対影獄じゃねえと。なんだろう。英獄かな。まあいいや。このね、にわかアピールを出していくところは、まあさすがの俺ですよ。まあ言うてね、多分これは、多分ってか普通に当たり枠ですね、こちらの方は。なんですが、まあこれを出せと言われてるんでね、もうこれ一点狙いなんで、もうこんなんじゃ満足できない。いやー、まだね276個あるんでしょ。
ってことは、まあまだあと50連は引けるわけですよ。もう2個ね、出るでしょ。まあもう1枠はもう当たり前ですよ、出るのは。外れ枠減らしてるしね、出るのは当たり前。ただ問題はそこでミョル、なんだっけ、ミョルグレスが出るかどうか。ミョルグレス出したらもう、ここはもう小豆ガムですよ。大いにね、皆さんね、高評価とチャンネルボタン出して押してってくれるんじゃないかな。ミョルグレス出したら、もう出せなかったらもうまずいよ、怒られちゃうもん。はい、まあ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 、こうやって少しでも外れ減らす作業ですよ。おっと、これは究極が続くなあ。思考か。いや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 、もう40連引きましたか。40連で、ね、当たり枠1個と。いやー厳しいですね、だいぶ。まあでも確率的にはそんなもんなだと思うんだけどね。300分とか50分の1ぐらいの確率なんですよ、本来。なんでまあまあまあ1個出てるんで、40連で悪くはないはずなんですけども、やっぱミョルグレス出るか出ないかみたいなところあるんでね、そこだけはもう確実に気合い入れていかないとダメで、運が良ければまあ2個は出るでしょう。結局今回80連引いてるわけだから、まあ50個で、まあだから2個だよね。100回は引けてないから、100回引けてないよね。400個あったんだから、500個あったら100回だから、100回だから、5個で1回だから、500個あったらそうでね。なんでまあ確率的には1個出れば全然十分なんだけど、そこは小豆ガムなんで2個出します。もうそれは決定してる。1個出てる時点でまあ運がいいけど、1個しか出てないのと微妙なのか、やっぱ2個出して運がいいって初めて認められる。それでこれ左側のやつとミョルグレス出したら、もうこれも確実に運がいい男です、持ってる男ですよ。もうこの後すぐラスベガス行きたい気分。カジノマカオイエイみたいなね。でこんな話をしてると、もう石が100個台になってる。悲しくなってくるよね。ちなみにこの友達無課金でやってるんで、石のね重要性という意味ではもう全然課金してる方とはちょっと違うかなという感じ。まあ、課金してる方がね、石をね、そう軽く見てるとも思えないと思えないですけど、やっぱ無課金だとどうしてもね、手に入れる石に限りがあるんでね。いや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 、ちょっと心配になってきたな。そろそろこの辺で出てほしい王冠。ミョルグレッチュが出てほしい、ミョルグレッチュ。ミョルグレッチュでチューっつって。カチューっつって。カモン。いや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 、おかしいでしょ。しばーらく見てないよ、王冠。そろそろ出てもいいと思う、王冠。残り100個切りましたね。まずい。まずいぞ。ミョルグレス出したい。いやでも、徐々に確率上がってって。いや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 。あ、でも結構、今回の究極枠いいの出てますね。当たり枠、王冠じゃなくても究極でも割と強いのが入ってる。そこはまあ許せるところかな。おっ、来た。はい、はい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 、神実況者あずきガムと呼んでくださいね、私のこと。ということでミョルグレス見事にね出しましたよ。これはもうこんな神実況者いませんよ。いやいや来ましたね、超嬉しい。ミョルグレス出しちゃったの？あ、もうこれはまた、褒められますね、これは。ナイスだ、あずきガムみたいな感じで褒められますね。ということで、石66個を残して、まあ、ガチャの方はね、これで終わりにしようかな。一応、ペルセポネとか、まあ、法王とか、あるんですけども、引いといていいのかな？一応ね、これ動画、
あげるんですけどもね、確実に見るんでね、ここでやめないとね、何を言われるか俺にはわからない。ただ普通に考えて300分の6が当たりなんですよね。で、ま、引いたのが71回なんで、だいぶいいんじゃないかな。本来だったら1個しかまだ出てないところで2個、しかも当たり枠、多分今回のこの5つの中で最も当たり枠と思われた2つを出したというね、まあ、そこはかなり良かったんではないでしょうか。ということでね、今回の動画はこれで締めさせていただきたいと思います。いやー、見事にいいものが出ましたね。よかったよかった。なんでね、自分の時にはこういうのが出なくて他人のね、人の時にはね、いいのが出る、まあ、そういう男に生まれ育ったんですね。やっぱり人のためですよ。世のため人のために将来働きましょうってね、まあどっかの国連の人とか言ってましたよ。みんなそのために働いてるってね。まあ自分もね、それに近いことができたんではないでしょうか。国連と比べてるんじゃねえよっつってな。はい、ということで、こんな冗談はね、さておいて、さておいてってなんだよな、さておき、まあログレスの動画ね、自分かなり上げてるんで、そちらの方がね、興味ある方はまあ再生リストからね、見ていただければいいんじゃないかと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。この動画がね、良ければ、チャンネル登録とね、高評価の方もバッチリお願いします。ということで、また次回何かのガチャイベントでお会いしましょう。じゃあね。